さんこんにちは、石です。はい、今日もですねおなじみの場所に遊びに来てます。あの前回の一番館の動画がビッグベイトをね好きなだけ買うっていう企画だったんですけども、一番館の目玉もう一つあるんですよ。皆さん知ってますか？それは釣りガチャです。今日はですね、はい、1万円分ちょっと釣りガチャを回して何が当たるのかちょっと遊んでいこうと思います。これですね、これ、はい、もう入り口入ってすぐ、すごいですよ、見て、もう元取れるよ、あれ当たったら、はい、まずね、両替をしなくちゃいけないの。わー、あの、釣りガチャを、はい、1万円分ちょっとやりたいなと思います。なるほどね、わかりました。いけますか？ありがとうございますよ。やばく、この量やばい。よし、ちょっと遊んでいきました。やっていきましょう。え、これ全部いけんじゃない？まあでも下にもあるからね。はい、じゃあ1回目、はい、私ガチャちゃんとやるの初めてなんだけど、これ一発目から来たらやばいっすよ。持ってるよ。じゃん、4等、いいんじゃない？4等いいんじゃない？え、レベル見るのとかあるよ。え、いいじゃん。500円でこれだよ。どんどん回していこう。5等、はい、5等ですね。3回目、はい、5等です。5等はね、なんかカウンターで引き換えてくれるみたいなので、後でまとめてね選んでいこうと思います。とりあえずね、回しちゃう。4回目、外れがないのがやばいですよね、そもそも。はい、5等、はい、5等、はい、5等、お、来ました、4等、じゃん、5等、ちょっと半分だよ、半分、10回目、いや、ちょっと待って、そろそろなんか3等とか2等取った、出てほしいんだが、あ、来た、3等、来たよ、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、リボークとかめちゃくちゃいいやん。じゃん、4等、12回目、行け、来ました、後藤さん。ちょっと後藤さん気がちだな。やばいよ、もうそろそろ、ああ止まんないよ、また後藤さん止まんないよ。4等、4等。不思議なもんでも4等ではちょっと喜べなくなってきちゃった。じゃん。こんなに持ってないわけないもん。持ってる。私は持ってる。言い聞かせていこう。はい。5等。あと3回しかできないんだけど。あっという間じゃん。お願いします、本当に。じゃん、4等。ちょっとやばい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 よ、やばい、あと2回しかない。20回回してるよ。ちょっと待って、でも最後の最後に、ね、こういうドラマはね、最後の最後にやりますからね。もう引き運ないんだよな、私。あー、ちょっと待って、やばいやばい、最後の1回だ。じゃんけんは立てるんだけどね。じゃんけんは立てるんだけどね。ちょっとラストです、お願いします、本当に。1どこ入ってるはず、入ってるんだよ、入ってるの、絶対入ってる。そう、
お祭りのテキヤと違うんだから絶対入ってる。ラストですよ。これがもう行っちゃおう、行っちゃおう、行っちゃおう。はい。嘘。嘘。そんなことある？引き運なさすぎて。引き運なさすぎたい。ちょっと待って。音が1,2,3,4,5,6。何枚か分かんなくなっちゃった。いっぱいです。はい。後藤さんがいっぱい4頭で3頭ね、はい、3頭が1枚当たりました。ちょっと欲しかったな。あと千円札が2枚あるからあと4回いっちゃう。もしねこの4回で当たろうもんならよ、全然元取れるから。ダウシー買ったと思うよね。しゃ来ました、あと4回ね。よし、はい、お、3頭。あれちょっと集まってた説ない？そろそろちょっと欲しいよ。じゃん。まあまあまあ、これ最後だから、これが本当に最後。行け。ドラマは起きるんでしょうか、どうなんでしょうか。じゃん、3頭さん、3頭、うーん、3頭ね、なるほどね。5か1が良かったな。次回お願いします。わかりました。すごいよ。結構やりました。14回やりました。どれがいいですか。ミノ、ミノハイラップか。これとこれとこれととこれと、はい、イチゴ狩りみたいになってる。これ、はい。こういう時は普段行かないやつ行った方がいいんだよ。ポッパー行くか。これを4、ありがとうございます。はい、5頭以外はこんな感じです。はい、いいじゃん。ハードルはばっかり、ハードルは修行しないといけないですね。じゃあ、あと5頭をが大量に、はい。じゃあ、あとゆっくり選んでください。すごい。いっぱい。後藤は、後藤はどこで選んだらいいですか？後藤を選びました。こんだけ。何個あったと思います？みんな。14個。24回引いて、14個。なので、本当にね、気になるやつをね、とにかく手に取ってみました。こうね、クランクとか、こういうなんかちょっとアメリカっぽいやつとか、あとは、ちっちゃいポッパーみたいなのもあった。ほら、ちっちゃいポッパーみたいな。とか、あと、ね、鯉のぼりみたいなやつ。と、あれ？
あ、違う、私選んでないんだ。あとなんかよくわかんない形、形状のもの。はい、これを14個当たりました。はい、担当がメタルマウス、ノカツ。これは何ですか？ウッド？メタルマウス書いてるから、なんだ、うん、わかりません。はい、イボーク、イボーク 3.0。 これはいいんじゃない？春結構使えるんじゃないですか？あ、デプス、うん、デプスが2個。 MT ウェイク、カバーをかき開けるハイレスポンスウェイクベイト。すごい表層ですね。で、このなんかひらひらがついてる。こんなの買ったことないからいいかも。これが激朝シャット。ってことはあれですね、うん、シャローを巻けるシャット。ちょっとあれですね、なんか対抗がある感じ。これも今勝つ。はい、以上1万4000円分でした。はい、ということで今日は1万円分プラス2000円分でガチャを遊んできました。はい、またですね、1番館さんの方で買取アップキャンペーン、買取アップ 20% キャンペーンが明日の3月19日から4月の2日までまた開催されますので、釣りに関するものはもう全部何でも買い取ってくれるということなので、ぜひぜひ皆さん何かねあれば買い取りに持ってきて、それでね、あんまできたお金でねガチャをやってねみたいな感じで、まあ遊んでいただければなと思います。はい、ということで今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おじゃのー。